ブリストルバックマスターブリストルバックマスターは1950年代にイギリス空軍で運用された高等練習機である。バックマスター T11945 年の時点で使用されていたアブロ・アンソン、エアスピード・オックスフォードや複式操縦装置付きのブリストルブレニム、ロッキード・ハドソンといったいわゆる高等練習機とパイロットが 操縦訓練学校卒業後に操縦することとなる第一戦機の間には大きな性能格差が生じていた。航空省要求仕様 T13、43に応じたブリストル社の機体は新しく設計された胴体にバッキンガムの主翼を流用したもので166型として開発された。訓練生と教官は並列に座り、その背後に通信士が登場した。 バックマスターは重力配置のプロペラ創発機であり、オリン式の引き込み式降着装置を持っていた。星型エンジンには4枚ブレードのプロペラを備えていた。合計65機の生産ライン上にあった未完成のバッキンガム爆撃機が改装されて、バックマスターとして完成され、これに新規生産分のバックマスターが追加された。 これら全機が類似機のブリンガンド用の練習機として使用されることになった。バックマスターはイギリス空軍内で最も高性能な練習機として最終的に1950年代半ばに退役するまで練習機として使用され続けた。出典、ジェーンズ・ファイティング・やクラフト・オブ・ワールド・ウォー、通所源性能。ありがとうございます。